皆様こんにちは、サミー高橋と申します。これから、2年ほどかけてですね、和歌山に東天ポールを送ったっていうそのプロセスをですね、ドキュメンタリーでご覧いただくわけなんですが、その経過をちょっとお話をさせていただきたいなと思います。まず2年半前ですね、2018年の10月の末に、和歌山県日高郡の美浜町というところからですね、NPO の日の岬アメリカ村というグループの方々が、バンクーバーにいらっしゃいました。バンクーバーにいらっしゃってですね、私当時はちょうど日本に行っていたんですが、帰ってきましたら地元のバンクーバー新報っていう新聞にですね、その様子が記事として書かれていました。そこに書かれていました記事を読みますとですね、今私がおります、立っておりますこちらはですね、バンクーバーの南にウィッチモンド市っていう都市があるんですが、そこの最南端のここがスティーブストンっていうところのですね、フレーザーリバー、フレーザー川っていうところなんですね。でここの土地にですね、133年前に、この美浜町っていうところに三尾村っていうところがあったんですね。今は美浜町って呼んでますが、そこから久野義平という方がですね、この地に来て、ここでこの川にですね、鮭が湧いていると、どん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 こう泳いでくるっていうんですね。それを見てですね、ここで鮭漁を始めて大成功されたっていう方がいらっしゃったわけなんです。それが1888年ですね。でその話をそのバンクーバー新報の記事で読んで、ただ今はそれから133年経って、過疎化してですね、限界集落化していると。でまたあの栄えた三尾を昔のように豊かな町にしたいという思いをその方々がその記事で訴えてらっしゃったんですね。で私はたまたまその時にですね、今、任されております日本カナダ商工会議所、縁がございまして、ご縁がございまして、ここの、会長をやることになったんですが、受け継いで自分に何ができるかって考えた時に何かお役に立てたらなと思いました。それでその町おこしをするのに何をしたらいいかなっていうのを考えてですね、思ったのがまず行こうということで、皆さんがいらっしゃったのが10月の末だったんですが、12月の1日に三尾に行ってまいりました。三尾に行ってですね、この町を再建しましょうという形で何を考えたかっていうと、たまたまですね、その三尾で東天ポールを作って、東天ポールでまあ観光客を増やそうって思っていらっしゃった田畑さんという、そこの学校のですね、校長先生を長年してらっしゃった方が、日高日報っていう地元の新聞にそのことを記事にしてらっしゃったんですね。でじゃあ東天ポールを作りましょうっていう話をしてきたんですが、まあ東天ポールを作るにしてもお金がかかりますから、誰がそのお金を集めるのかとか、いろいろ問題ありました。問題ありましたが、偶然が偶然を呼んでですね、実はその1888年にここへいらっしゃった久野義平さんのですね、ひ孫にあたる高井俊夫さんっていう方に巡り会っちゃったんですね。でその高井さんにご支援をいただいて、今から、完成まで見ていただく東天ポールのスポンサーになっていただきました。そういうまあ大きなプロジェクトになったわけです。で
偶然が偶然を呼んだわけなんですが、この高井さんという方は、非営利特別活動法人、国際協力推進協議会という NPO をしていらっしゃってですね、その NPO を通じて、この東天ポールを作るプロジェクトを支援していただきました。で、東天ポールとともにですね、久能義兵衛さんの胸像を作って、現在2021年5月の今日は23日ですが、5月の11日に、無事にですね、美浜町で除幕式を終えました。で、東天ポール、どうしたらいいかなってこう考えたんですが、なぜ東天ポールかというとですね、この私が30年住んでいますバンクーバーには、先住民の方、ファーストネーションと呼ばれている方々がたくさんいらしてですね、私が住んでいる町の近辺にもスクアミッシュネーションという先住民の方々の集落があります。で、ある時にですね、買い物に、まあ食べ物を買い出しにですね、近くのスーパーマーケットに行きましたらですね、スーパーマーケットの野菜売り場の中にボーンと室内に東天ポールが立ってるんですね。で、東天ポール、東天ポール、東天ポールと思ったら、あれ、なんでこんなところに東天ポールがあるのかなと思ったんです。それで、あれですね、お客様サービスカウンターに行って、すいません、あそこに東天ポールあるんですけど、なんでここにあるんですか、作った人のこととかご存じないですかって伺ったらですね、たまたまそこのお客様サービスカウンターにいた方もですね、先住民の方だったんですね。で、あの私の友達よと、ね、あなた会いたいんだったら電話番号教えてくれたら連絡しておくわよって言われて、その2時間後にダラン・イェルトンさんっていう方ですね、この方が東天ポールを担当していただいたんですが、その方から電話がかかってですね、あの、うちに来たら話をするよっていうことで伺いました。で、伺って、実は日本の和歌山の美浜町っていうところに、東天ポールを送りたいんだけども作ってくれないですかっていうお話をして、そこから始まりました。それから、2年半ですね、約2年半経って東天ポールが出来上がって、和歌山の美浜町で除幕式を無事終えたっていう形です。そのドキュメンタリーをですね、これから皆さんに、ご覧いただくことになります。ぜひですね、じっくりご覧いただければと思います。よろしくお願いします。日本とカナダ、それから日本とバンクーバー、ブリティッシュコロンビア州の間ではいろんな、あの、姉妹都市関係がありまして、で、相互訪問であるとか、あるいはあの、若い人たちがお互いの地域を訪問して交流を深めていくということが毎年たくさん行われているんですけども、まあ、残念なことに今年はコロナによって人の移動が制限されてますので、そういう交流事業、相互訪問がほとんど、まあ、一切行われないということでですね、日本と、まあ、ブリティッシュコロンビア、バンクーバーとの交流を深めるチャンスがなくて大変残念に思ってたんですけども、今回この東天ポールを和歌山にお送りになるということで、まあ、人が行けなくても物が行くことによって、日本とカナダをつなぐということになるので、大変意義がある、意義深いものだというふうに思います。また、今日実際にここに、訪問させていただいて、日本とカナダとの交流ということだけではなくて、ファーストネーションのその伝統芸能、原伝統的な芸術をですね、しかもその東天ポールを作っている現場に来させていただいて、先ほどこのペイントも名誉ある最初の、あの一筆も塗らせていただきましてですね、私自身にとってもバンクーバーにいる日本の僧侶寺として、ものすごく大変貴重な経験になったというふうに思っております。関係する皆様には大変感謝しますし、またその敬意を表したいと思います。で、うまくこの日本とカナダ
だけじゃなくてそのファーストネーションも巻き込んだ交流ということを、この形はですねある意味新しい試みなのかなと思いまして、そういう意味でもこれからも、ご一緒にご支援させていただければというふうに思います。皆さんこんにちは、サミー高橋です。今スタンレーパークのですね、このご覧いただいているトーテンポールの前に立っております。なぜここにいるかって、実は、皆さん、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですが、トーテンポールをですね、日本の和歌山にあります美浜町っていうところに寄贈することになりました。で、トーテンポールはもう出来上がっております。1月の26日にバンクーバー港から大阪港に向けて出発するわけなんですね。で、トーテンポールは、カナダのシンボルでございます。そしてそのトーテンポールを作ってくださった、構成立種のですねスクワミッシュネーションのダランイエルトンさんという方がいらっしゃるんですが、なんと お父様たちはですね、ここのスタンレーパークに、1932、3年までこの土地に住んでらっしゃったそうなんですね。それでこの今スタンレーパークへ来ました。で、連邦政府がここにこのスタンレーパークっていう公園を作るっていうことで、ここをまあ立ち退かれてですね、今いらっしゃるライオンズゲートブリッジの向こう側にある、スクワミッシュネーションの方々のその居留地っていうのを与えられて、そこに移り住んだっていう話を伺っています。トーテンポールというのはですね、先住民の方々にとっては、なんて言うんでしょうか、表札のような感じで、その家の伝統とか歴史とかそういうものを描いているわけですね。で、ここにもございますが、ボールドイーグル、白頭鷲であったり、グリスリーベア、熊ですね、熊であったり、それからハミングバードであったり、時にはサケですね、サモンであったりとかいうものが、トーテンポールの中に組み込まれていて、それぞれのストーリーがあるわけですね。で、今回、こちらから送ります、和歌山に送るトーテンポールはボールドイーグルっていうワシが一番てっぺんにありまして、その下に、ウェルカムマンっていう、こう皆さんをウェルカムするっていう、水先案内人のような方ですね、その方がいて、その下にベアが、サモンをこう持っているという形ですね。で、サモンはですね、その1、2年かけて、ここから太平洋に出て太平洋から戻ってくるわけですが、そのサイクルですね、サイクルをこう表しているという素晴らしいトーテンポールです。で、このトーテンポールをですねバンクーバー港へ運びまして、約 2、3週間かけて太平洋を渡って日本へ参ります。で、大阪港に到着して、そこからトラックで和歌山へ運ばれるっていう形になります。トーテンポールがこの港から積まれてですね、太平洋何千キロですか、日本まで運ばれていくっていうのは、まあ壮大な夢ですよね。今年はですね、思いもよらなかったパンデミックで世界中が大混乱になりました。皆様将来はどうなるんだろうっていうことで暗い気持ちになった方が多いかもしれませんが、地球は私たちがどういう思いを持っているかで世の中は良くもなり悪くなるとも思います。きっと来年はですね、明るい未来が待っていると思いますので、皆様が暗く思ったら世界もそういう雰囲気になるので、明るい思い、ね、明るい
未来を描きながら新しい年を迎えたいなと思います。今年もあとわずか10日余りですが、皆様、ハッピーホリデーズ、またお目にかかりたいと思います。ありがとうございます。Gentleman by the name of Gihei Kuno, who came to Vancouver in 1888. He left Japan 2 weeks before he got here, and then he settled down in Steveston, where there were only about 15 Japanese people. And then when he landed there, he thought, oh my God, so many salmon just that swimming up the river. And then he said, oh, this is it, you know. I should be able to make a fortune here and then make my village people prosperous again. So 6 years later, he went back to New York right away and then said, well, everybody come with me. And 6 years later, I hear 4,000 people from the village were already in Steveston. So they became very, very prosperous. And that was like 130 years ago. Following sweet, chick when man Tommy wait. You want men heart to squallow and chit. See him off, quis coquins or 88 tower squire. So, first of all, that's the one way we say thank you all for being here. And that's it. First, we brush the bull for safe journey, for good health and long life. And then we brush the artist. Whoa, whoa, hey, whoa, whoa. Well, you know, the village was dying, and then through this, we'd like to rejuvenate the village, and we'd like to further strengthen the friendship relationship between the city of Richmond and the city of Wakayama. They've been sister cities for about 43 years or 44 years. We'd like to take it further so that people in the future generations will remember. And then I'm just hoping that through this, people who watch this news, when they get a chance to go to Japan, they can go visit Wakayama. Wakayama is not too far from Kansai International Airport. And this pole will be sent to Japan, to Mio Japan, Wakayama, to stand strong for not only Gihei Kuno, but his family also, and the people of Japan, and the people of the Squamish Nation. Now it's time to let the pole go and release it. One, two, three. My mother is from Mio, so she
She was born there and that before she came to Canada. No, I'm just like, I'm very happy that this is coming together, and I'm thankful to Sammy to be able to organize all this and for us to be able to come to this ceremony to see all this, the totem pole, and then, like I said, hopefully to be able to go to Japan and see it all together one day. But my mother came to Canada when she was only 18. But unlike most families, she went to school even to Wakayama City before she came to Canada. In March, a book I wrote is coming out. And the book is has my mother's memoir in it too. So it's being published by Caitlin Press, and it's coming out in March. But it's about my life as a Japanese Canadian and with immigrant parents, learning to belong to Canada, but the discrimination, the racism, internment, post-internment, all that I wrote, because my whole life was the way it was because of my experiences of racism and discrimination. So I talk about how I tried to overcome. I intermarried. My name is Thompson, and I keep the name Thompson because I have two sons, and they're both Thompsons. When I was growing up, when we were in the internment camp, a lot of us were speaking Japanese, but then more and more, the Nisei forgets Japanese because I had a strict mother, I was always having to speak in Japanese at home. And then if I talk to Steveston kids and come home and speak the Arapoi Japanese, my mother would scold me. それは両親の言葉. And my family came originally from Mio in Wakayama, and my father was a fisherman. So there's a lot of connection to, I guess, the beginning when Gihei Kuno discovered all the salmon on the Fraser River. So I'm so fortunate to have been here today, because to me, what Darren has done in making this totem and his marker is that he's shown what a tremendous human being he is, and the Squamish people, and their generosity. And to do this, to say we stand with the Japanese people, the descendants of Gihei Kuno and the Japanese Canadian community, it means that there's hope that we as human beings can become together and create good and lasting bonds with one another, and it gives me a tremendous amount of hope. The totem pole is now on its journey to Mio, Wakayama, Japan. And releasing the pole like this in a traditional way, I feel at ease, I feel calm, I feel happy. I'm happy for Gihei Kuno's grandchildren, something that they'll cherish for the rest of their lives, that'll represent their grandfather Gihei Kuno when this marker stands up in Mio, Wakayama, Japan. So I feel blessed for the work that I do. My work is mainly a lot of my totem poles I do represent peace and friendship and welcome. And the pole that just is on its way to Japan symbolizes all those three. So I feel that the totem pole will stand comfortably in Japan to bring the Squamish Nation people closer to the city of Japan and the city of Mio. ステップ踏んで
学校、三代小学校もありまして、三小学校ありました。で、三代小学校、和田小学校、松原小学校で、三代小学校にも子どもたちが作ったトーテンポールがありました。松原小学校にも子どもたちが作ったトーテンポールがあったんですね。で、それを見たことしかないので、本当にその現地のトーテンポールというのを初めて見させていただいて、本当立派だなっていう。やっぱ子どもたちが作ったのは細くて長いっていうのが、でこう手が出てるようなトーテンポールを見てましたので、はい、すごい立派なのを頂戴しましたので、ありがたいなと思っております。だからこれを子どもたちのふるさと教育の一つの資料として、また子どもたちがこちらへね、遠足に来てこれを見て勉強していただくっていうような資料ができたなって喜んでおります。やはり向こうにおられる、3世4世の方ですかねが、皆さんこちらをふるさとだと思って来てくださるように、しっかり SNS 投稿ができたりとか、皆さんが若い方が来てくれて発信してくださるとか、そういうことで、まあ、カナダとのもっと距離を縮めたられたらというふうには思っております。私 NPO 法人というのは、地域活性化のために何かできないかということで地域課題に取り組んでいるところなんですけども、その中でミュージアムというのはカナダとの交流も大切にしていきたい。で、今現在もカナダ側の人、研究者の方たちがこの先生であったりとか、地域の人たちであったりとか、そういう交流が始まっていこうとしているんです。で、それを通じてカナダの人たちとも訪問したり、また私たちもカナダの方へ行ったりしながら、将来的には個々の一人一人のお家はもうね、だんだんと取り壊されたりとしてなくなっていく中で、自分たちのルーツの村だっていうことをカナダの人たちにこう教えてあげたい。それとどこへ行ったらそういう話を聞けるんだろうかっていうところの、その方たちをお迎えする、一つの家なんです。で、そういった役割も、これから先果たしていきたいし、先ほども言ったようにカナダへ出て行って苦労をしながらいろんな生活をしてチャレンジしていった人たちの村でもあるっていうことで、将来ふるさと教育的な子どもたちにもそういう歴史を教えていきたい。で、そのように思ってます。そうですね、本当にね、我々思ったんが風化しつつあるアメリカ村、これがですね、サミー高橋さんがね考えられた、なんとか活性化しようやないかというふうなことで、考えられたことをね、なんとか一緒に実行ができて、本当に良かったなというふうに思います。それがですね、本場のトーテンポールをこの田舎にね持ってくるというふうなことはね、本当村の人も誰もがね思ってなかったことを、サミーさんや村の人や矢部町長なんかがね協力いただいて、我々が一緒に共同作業でね、寄付ができたいうのはね、本当にもうそれこそね、今ネットの世の中でございますんでね、こんな田舎のね村に本場のね、バンクーバーからトーテンポールが、本場の方が作られたトーテンポールがこっちに来たというのはね、本当に我々、いいことをさせていただいたなというふうに思っております。それと一緒にね、曽祖父の義兵のね胸像が一緒に寄贈できたというふうなことでですね、もう2つの喜びが今日は思いましたね、はい。我々のね会社も、私個人もね、ここのアメリカ村美浜町自体はもう母親の出身地でございますんでね、我々もこれからも同じようにね、いろんなことが我々ができることが何でも応援して、我々もやっていこうというふうなことを思っております。で、まだね、コロナが落ち着かないとあれなんですが、本来は今日ですね、グレンさんとそれとサミー高橋さんを
招待して、皆さん方に一緒にお祝いをしていただきたいなというふうに思っとったんですけど、コロナの部分でできなかったんで、おそらく今の状況でしたらね、来年の来春になるかも分かりませんが、本当に制作をしていただいたグレンさんとサミー高橋さんにね、来ていただいて、本当にこの地元のね、子どもたちにこの本場の当店ポールを見ていただいて、一緒に、まあ、この場でね、もう一度お祝いをさせていただきたいなというふうに思っております。ぜひコロナが落ち着いたら招待をしますんで、お二人に来ていただきたいなというふうに思います。いや、今ドキュメンタリーをね、皆さんにご覧いただいたと思うんですが、やはりまあ、なんていうんですかね、もう胸いっぱいの思いですね。よく世の中ではですね、思考は現実化するって言いますね。まさか、まあ極端に言えば、トテンポール何百万するかわからないけど、少しでも自分がお金を集めて、自分のお金でもとも思ったんですが、まさかここにいらっしゃった久野義平さんのひ孫さんにお目にかかるなんて夢にも思っていませんでしたし、それからですね、それを応援してくださった皆様方の思いがですね、ここに本当にこう集中してると思いますね。これでたくさんの方々が、美浜町アメリカ村を訪れていただいてですね、少しでもこの美代とここのスティールストンのつながり、また日本とカナダのつながりというものにね、興味を持っていただければなと思います。で、これがこれで全て終わりということじゃなくて、これから美浜町をもっともっと、なんていうんですか、再生化するためにですね、いろいろなプロジェクトを第2弾、第3弾、第4弾と持っていきたいと思います。その詳細はまた追ってですね、皆様にお話しできる機会があるのではないかなと思います。皆様のですね、ぜひ温かいご支援をいただければと思います。どうもありがとうございました。めでたやよいや、末繁盛よ、そりゃやっとこせよいやな、そりゃはりばいよこりばいよ、そりゃなんでもせ